さあこれから本日のオープニングファイト第1試合アトム級46キロ3分3ラウンドの一戦が行われます。青コーナーが高田樹奈、山口道場、そしてチームてっぺんの山崎アミル、赤コーナーです。本日両選手ともデビュー戦ということになりますけれども、ゆきさん、このデビュー戦というのはいかがですか？いや、まあ緊張はあるでしょうけど、やっぱこの会場でできるっていうのはすごいね、高ぶるんじゃないですか。いや、そうですよね。そして青コーナーの高田樹奈は今日がデビュー戦なんですけれども、山口道場始まって以来の女子のプロ第1号選手というところで、このジムの期待も非常に高いという選手になります。本日のオープニングファイト第1試合、今日の大会はオープニングファイト女子の一戦で幕を開けるということになります。赤コーナーがチームてっぺん山崎アミル、そして青コーナーが山口道場の高田樹奈です。さあ第1ラウンドが始まりました。赤いグローブが山崎アミル、そして青いグローブが高田樹奈の一戦です。身長差で言いますと160センチの山崎と155センチの高田樹奈という5センチの身長差があるという両選手の対戦です。アミル選手はあれですね、パンチ蹴りどっちも使って圧力をどんどんかけてくる先行タイプですね。はい、ジュナ選手は後ろ回し、掛け蹴り、横蹴りだったりダイナミックな蹴りが得意な選手です。赤コーナーの山崎はグローブ空手の大会にも出場していたという経歴があって、高田ジュナもバックボーンは空手という両選手の対戦です。お互い蹴りで様子見るというところでしょうね。そうですね、リング中央お互いに蹴りを出していきます。ゆきさん、やっぱりこの立ち上がりっていうのは相手をしっかり見ていく、このあたりっていうのもデビュー戦ですからね。そうですね、やっぱりね、まだ距離があるなっていうところあるんですけど、山崎選手のパンチすごい綺麗だなっていう印象ありますね。そうですか。まっすぐストレートが出てるんで、さすがてっぺんジム。アマチュアでも134戦して110勝118回6分けという成績があるという山崎です。ロキックを出していったのはこうだ。やっぱ若干このミドルレンジで蹴り合いになると、ジュナ選手の方がやっぱパンチ蹴りの重みはあるなというところですね。そうですか。はい、ここでエンジンかかってくればアミル選手回転力あるんで面白くなってくると思うんですけど、今このミドルレンジではジュナ選手の蹴りの方が重そうには見えますね。高田樹奈が兵庫県淡路市出身で、山崎アミルが大阪府の泉佐野市出身というところで、ゆきさん、やっぱり地元ですからね、お互いね。そうですね、やっぱ、応援してくれるファンのみんなも多いと思うんで、はい、やっぱ負けられないですよね。山崎アミルのハイキック。そう、アミル選手やっぱ圧力かけてくると強いんで、だんだん圧力かけてプレッシャーかけてくるんですけど、非常にいいですね。このままプレッシャーかけてくると自分の距離にどんどんなってくると思います。確かにいいプレッシャーですね。はい、リズムがいい。この赤コーナーの山崎アミル、左のハイキック、この辺りっていうのも一つの持ち味ですよね。そうですね、蹴り上手いんですけど、本来はパンチから蹴りにつなげるのが上手い選手なんで。あ、そうですか。はい、まだ1ラウンド目なんで、この距離でしっかりカウンターだったり受け返しだったりとかっていうので封殺していきたいですね、ジュナ選手を。サウスポースタイルの山崎に対して、高田がオーストロックスタイルという両選手の対戦です。でも上田選手、そのローキックなり打ってるんですけど、まあ、力強いんですけど、やっぱ空振りが目立つんで、距離、今のもそうですね、ちょっと距離合ってないかなっていう印象あります。ただ山崎選手、このストレートにしてもすごい伸びがあるんで、そうですね、いい距離で分かってますね。さあ、この辺りはリングの中央です。さあ、第1ラウンドは早くも時間がなくなってきました。残り時間が第1ラウンド5秒切ったところで、リングの中央、お互いに少し見るようなところがありまして、第1ラウンド終了です。ライズワールドシリーズ2024大阪エディオンアリーナ大阪で行われています。本日のオープニングファイト第1試合、アトム級の一戦です。改めて放送席です。お二人をお迎えしています。元ライズ3階級制覇王者のゆきさん、そして元ライズスーパーフェザー級暫定王者のカズマさんです。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、第1ラウンドが終了しましたけれども、ゆきさん、お互いのこの立ち上がりっていうのはいかがですか？まあ、どっちがどっちっていう感じじゃなかったんですけど、やっぱり僕は山津選手のいいストレート、伸びのあるストレートが何発か入ってたんで、
その辺からこう突破口を見出してほしいなと思いますし、はい、まあ、逆に上田選手もあの距離を、ね、もう少し詰めていけばいい蹴りが入っていくと思うので、はいはい、そこから全然自分の形を持っていけると思います。そして和真さんいかがですか。そうですね、1ラウンド、まあ、後半にかけてアミル選手の引き出しの多さが差が出てきたのかなというふうには思いますね。このまま2ラウンド目でアミル選手がどう引き出しを多く出していくかっていうのを注目していきたいと思います。はい、第1ラウンドに入りました。青コーナーが高田樹奈、そして赤コーナーが山崎アミル、両選手の対戦です。距離がだんだん近くなってきましたね。近くなってきましたね。いいローキックが上がってますね。はい、リング中央です。やっぱ近い距離になるとパンチだったりと蹴りだったりとかっていうのがバランス力を求められてくると思うんで、そうですね、ここでここの回転力だったりとか、この辺りの回転力、はい、こうだロキックを入れていこうというところですが、プッシングも前ですね、今のも。そうですね、第2ラウンドに入ってやはり角野さん距離が少し近くなってきましたね。そうですね、ああいう距離になってくるとやっぱ受け返しだったりとかカウンター技術だったりとかっていうのが差開いてくると思うんで、技術の戦いになってくると思いますね。はい、少し回りながらというところですが、アミル選手の前足のインローですね、内側結構赤くなっているので、あそこから崩していけるといいんですよね。あ、今のローキックなんかもコーダーしっかり入れていこうというところですね。ただここはプレッシャーをかけていくのは山崎、前に出てきますね。前に出ていきます。さあ本日両チームともデビュー戦というところだ。危ないタイミングでしたね。良かったですね。いや、こんなタイミング、この辺りって中野さん良かったですね。そうですね、まあ、ローキックの印象があったんで、あの右ストレートは見えなかったと思いますよ。はい、でもね、今膝ついたの多分インド結構効いてると僕は思いますね。はい、踏ん張りが結構効かなくなっていくんじゃないかなと思いますが、そこどうするかですね。空手というアコーナーの高田です。おジョナ選手やっぱローキック狙われ始めてきてるんで、やっぱ上からローだったりとかっていうのが一辺倒にならずに攻めていきたいですね。ちょっと散らしてくるとより効果的に入ってくるというところになりますね。あのローに合わせて左ストレート合わせられてきてるんで、はい、だんだんタイミング合ってくると危険ですよね。このミドルから入っていこうというのは山崎ですが、ここで相手を捕まえに行く。アウト、左ストレート、そうだ。やはりこう山崎もストレート伸びていきますよね。そうですね、いいストレート内側からベッド伸びてるんで、あれに合わせてインローとか、はい、上田選手そこから崩せるんじゃないかなと思うんですけ ど、 なるほど、なかなか距離がやっぱり結構遠いというか難しいですよね。一歩、あ、でも今の良かったですね。だいぶアメリカ選手ロー嫌がって動きが鈍くなってきてるのかなと思いますね。いや、かなり前足の内側がかなり赤くなっている山崎。だん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 距離が遠くなってきてるんで相当嫌だと思いますね、はいはい、アメリカ選手は圧力がねちょっとなくなってきてるんで。ここで第2ラウンド終了です。本日もオープニングファイト第1試合アトム級3分3ラウンドの一戦です。赤コーナー山崎アミル、そして青コーナーが高田樹奈の一戦です。このローキック、この辺りというのが非常にこうカズマさん効いてくるというところもありますね。そうですね、こう序盤はやっぱアミル選手良かったんですけど、だん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 ローキックの蓄積っていうところで3ラウンド目どうなってくるのか、ここ結城選手に聞きたいんですけど、ローキックでやっぱミスターやっぱ大事でローキッカーなんで大事な点ってあるんですかね。ローキック効かせるのにローキックじゃやっぱ距離でしょうね。もう一歩入りたいところ、やっぱりそのアミル選手のストレートが怖いからちょっともう一歩入れてないんですよ、ジュナ選手は。そこに合わせてグッと入ってできっちりインロー当てていく。でそこから崩せれば多分近い距離でもいい感じでねフックとか当たってくると思うんで、そこじゃないですかね。ジュナ選手が高くなっているっていうのはやはりこうローキックが効いてきているというところもありますか。どちらですか。やっぱり今の効いてるんで結構流れちゃってるんで。あ、なるほど。そうですね、作戦としてはジュナ選手もうどん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 ローキック集めても面白いと思います。3ラウンド目。あ、そうですね、はい、ここもどんどんとローキックを蹴っていくのは青コーナーの高田ジュナ。ただアミル選手やっぱ構えが全然崩れてないんで、はいはい、あのストレートここから伸びてきますよね。今のいいですよね。やっぱ
アミ選手はああやって出入り早くするといいかもしれないですね。あ、そうですか、はい、入って打ってローキック蹴られる前に下がるだったりとか、今一瞬いい動きしてたんで、あれ続けていくといいと思います。少しサークリングしようというところ。おー、ナイスショット。ここは山崎アミルが捕まえに行くか。ですね、あのランダー戦に持ち込むのもいいと思いますね。ローキック打たせないような。これ両選手ですけれども、ゆうきさん、リーチの差っていうのは感じますか？やっぱ感じますし、まっすぐがやっぱ内側から伸びてるんで、それをそのジュナ選手がもらってしまっているから、遠く感じますね。カットですね。結構目の上らへんなんで、もしかしたら危険な位置かもしれない。でも脇かな。有効打でというカットになりました。ここからファンが飛び込んできたというところです。このストレート伸びてくるんですよね。すごいいいストレートですね。右のこのまぶたの上のあたりをカットした大田ジュナ。浅そうですね。そうですね。ドクターチェックがありましたが、ここは試合が再開されます。さあ試合の方は第3ラウンドに入っています。今のも空振ってるんですよ。あれもったいないですよね。もう一歩グッと入ってからローキック打って確実に当てたいところですよね。こう蹴ってはいるんですが、ちょっとやっぱり距離感というところですか。そうですね。なのであのすごいですね。大田ジュナです。さあお互いに今日の試合がデビュー戦という両者の対戦。第3ラウンド残り半分を切ってきました。ここから勝負ですね。ポイントの差はさほどないと思うんで、ポイントを攻めた方が勝ちますよ。この辺りが山崎アミル伸びていきます。どんどんとプレッシャーをかけていくのは赤コーナーの山崎。お互いやっぱ出た方が勝つと思ってるんで、行かないとダメですよね。そうですね。さあ第3ラウンド残り1分切ってきました。そうですね、大きな差がないんで、やっぱここは踏ん張りどころですね、はいはい、ここで前に出れるかどうか。さあリングの中央に両者戻ってきた。サウスポースタイルの山崎アミル、そしてオスボックスの高田ジュナ。最後出ていけるのはどちらの選手か。リングの中央です。ここで様子見ないことですよ。アミル選手プレッシャーかけてるから出していきました。高田ジュナ、ただ山崎アミルもプレッシャーをかけていく。前に出ていきます。さあここは捕まえきれるか。山崎が前に出ていった。ただ少しの僕は見てしまっている。前に出ていって膝蹴り、ここまでつなげていきました。ジュナ選手先手でいきたい。前に出て、はい、ローキック打ちたいですよね。絶対嫌がってるんで。ただそこうまいですね。あのアミル選手回るのもうまいし、ポイント外してますよね。なるほど。さあ残り10秒切ってきました。本日のオープニングファイト第1試合、女子の両選手デビュー戦。おー、前はいけるかどうか。おー、ここで試合終了のゴングです。最後アミル選手うまかったですね。距離の取り方だったりとかっていうのが、そのあたりっていうのはしっかりとこう把握できていたというところですか。そうですね、やっぱ後半出力も下がってくるところで、はい、やっぱ距離の取り合いとかっていうのがやっぱアミル選手の技術の差、経験の差が出たかなと思います。去年の7月にはアマチュアのキックで両選手対戦していまして、その時には3対0で山崎アミルが勝利したという両選手の対戦も残っていますが、このプロデビュー戦果たしてどういう結末になるのか。強いですし、ルックスもいいですし、このまま試合どんどん出ていけば人気出そうですよね、アミル選手。そうですね。さあどうでしょうか、判定を聞きましょう。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ小川29対28、赤山崎。まずは赤山崎。ジャッジ小川29対29、ドロー。あー、一人ドローです。ジャッジ秋山29対28、赤山崎。ということで判定の結果2対0で赤コーナー山崎アミルの勝利ということになりました。やはりまあどっちが勝ってもデビュー戦というところですが、やはりゆうきさん、デビュー戦勝つというのは大きいですね。そうですね、やっぱ次につながるという、まあ、お互いそうなんですけども、非常にいい試合だったし、はい、次2人とも期待ですよね。そうですね。いや、気持ちの見られるような風間さん、両選手の試合になりましたね。そうですね、3ラウンド目見応えありましたし、今後ねライバルになっていくと思うんで、はい、どんどんお互いね高め合って頑張ってほしいです。本日のオープニングファイト第1試合アトム級の一戦、山崎アミル対高田ジュナの一戦は赤コーナー山崎アミルデビュー戦勝利で飾りました。